こんばんは百週ブログでぬがですやってますか今日は、えー、5、えーえーえー、6月28日夜の分になります。あと、いよいよ2日半だね。これ終わったらもう、あと2日。今日も、うが店長と一緒に、素振りやろうよしじゃあ行きますかじゃあ、早速準備運動、肩回します。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、 3, 4, 5, 6, 7, 8. はい、屈伸、皆さんメッセージありがとうございます。5, 6, 7, 8. じわっと伸ばしてね。3, 4, 5, 6, 7, 8. 配信キャどうぞ無理しないようにやってください。5, 6, 7, 8.2,2,3,4,5,6,7, 8. 7 8はい、深く。 一二三四五六七八はい反対二二三四五六七八オッケーはいアキレス腱一二三四五六あ初めての方ありがとうございますぜひぜひ一緒にやりましょう二二三四五六七八はいあのできるだけ毎回解説入れながらやりますので質問とかあればどうぞ、えー、送ってください。 はい反対よいし。アキレス腱しっかりやっとこうね。よし今日もきつい予感します。はい手首足首。一二三四五六七八二二三四五六七八。はい首回します。一二三四五六七八二二三四五六七八。はいじゃあ今日ちょっとね素振りの前にちょっとだけお話しさせてください。あのもうついさっき。えー 15分ぐらい前かなあ,のあるお母さんから電話いただいて、えー、こういうお話でした、まあ、どこにお住まいの方かとかはちょっと分かんないですけどあの小学2年生のお子さんがいらっしゃって、えー、なかなかねうまくできないと剣道がなかなかうまくできないそれでいつも、えー、小学6年生のお兄ちゃんお姉ちゃんに、えー、注意される、まあ、怒られちゃう。 で、えー、そのお母さんの質問は何だったかっていうと、その、もうやめさせた方がいいですかと、なかなかうまくならないんで、えー、なんかもうやめさせた方がいいですかっていう質問だったんですけど、あの、もしかしたら他にも、こういうね、あの、心配事あるお父さん、お母さん、えー、僕も含めてですけども、えー、いらっしゃるかなと思って、これね、全く問題ないですから。全く問題ないです。小学校2年生になってもう、もうやってるだけですごいから。 これねあの、決して大げさではなくて、えー、小学校2年生ってどういう段階かっていうとまだ体もできてないんですよ。できてない。でも道場行ってやってるもうそれだけで大丈夫です。だいたい市内がもう本当に増えるようになるっていうのはね、もう4年生とか、あのー、それぐらいなんですよそうするとあのうまく増えるようになってくるんで今大丈夫ですしかも本人さんやりたいって言ってるんだったら全然問題ないですからやらせてあげてください。全然大丈夫ですはい で,えー、でいきますかはいじゃあ、えー、素振りやりますしないあらしないがないしないがないしないがない <laughs> よしよし,よしびっくりしたわびっくりしたはいやりますかはい、えー、僕もそう思う違うそうそうなんですよねあ思う思うあの親目線でもそうだしでもね あの何かしらを習得するっていうのは、えー、実はねすっごい時間かかるんですよ。すっごい時間かかるの。あの例えばまあゲームが得意とか算数が得意とかいろいろあると思うんですけど1ヶ月とかで上手になったってことはないと思うんですよね。もう何年もやって上手になってきたって本当にも楽しければ OK だと思います。全然問題なないいいでででですす、はい、特に僕の素振りそうですよね、はい、間違ってても誰から怒ら怒れるわけではないんではん、い、じゃあ構えて さあいきまいかはい構えて一番いい構え見せてくださいねあもしよかったらね素振りライブ一緒にやっていただいて足幅確認しますいいですか足幅握りこぶし1個分はい右足のかかとに左足のつま先はい構えてよし体硬くなってるな上下素振り50本始め市内の握り方確認2すり足で行います345 笑顔678910笑顔12体がまだ硬くなってますし僕も同じです5678920 1>, 1、2、3、しっかり膝の下まで下ろしてください。5、6、7、最初はゆっくりね、8、9、40、1、2、3、4、5、 六。七。八。九。はい、最後。五十。はい、お疲れ様でした。一回お水飲む人飲んでください。よいしょ。うん、では、ちょっとだけ難しく、あ、ごめんなさい。はい。あ、ありがとうございます。斉藤さん、ありがとうございます。あ、藤ささ、ありがとうございます。僕もそう思います。続けること大切、個人差あり。本当そうですね。あのー。 やっぱ親が焦っちゃって僕もまあ昔そうだったんですけど親が焦っちゃって我慢できなくなって、えー、思わずやめさせちゃうっていうこと別にね本人さんそんなに気にしてないと思う <laughs> 案外気にしてないと思うんではいありがとうございますじゃあ構えて後半ちょっと50本難しくしますいいですか何かって言うとちょっと聞いてね左足をこの50本だけは絶対床につけない 下がるときよ下がるときよ絶対ここ床つけないこれだけ注意していきますはい構えていきます左足かかとを床につけない、えー、上下すべりはじめ絶対つけないよ23ここでつけない45 ここで床つけない。6。きついよね。7。8。9。ここでつけない。床つけないよ。左かかと。1。左のかかとつけない。この50本だけは絶対つけない。4。5。6。まっすぐ前向いて。7。下見ない。8。9。はい、ここで左足つけない。かかとつけない。 一、二、大きい円を描きましょう。四、五、六、最初はゆっくりでいいですよ。七、八、九。はい、左かかとをつけない。もうきつくなってきたでしょもうきついでしょ左足。三、四、五、左かかとをつけない。 七、大きい円。八、九、はい、四十、はい、あと十本、左かかとつけないよ。三、四、五、笑顔。六、左かかとつけないよ。あと三本、八、はい、九、はい、最後。百、はい、お疲れ様でした。 えー、この50本左かかとつけないでできた人。はい、お疲れ様でした。はい、いててって、ちょっと足痛いね。はい、お疲れ様でした。はい、質問あるかなえー、あ、これね。はい、おめでとうございます。梶弘美さん、小児から始めた息子が結果を出したのは中2でした。もう、素晴らしい。これね、こういうことって本当あるんですよ。その、小学校の間、 いつスイッチ入るのかなと思って待ってたら結局スイッチ入らないまま中学校になっちゃったでもあの中学で急になんか先輩とか周りの環境が変わってスイッチがパッと入るときあります本当にありますんで長い目でいきましょう僕もそうだったかもしれないよく考えるとはいではいきますよさてさてさてじゃあきますかはいじゃあ正面素振りいきます、えー、今日初めて、えー、やる人もいると思うんで 正面素振りのポイントですね。これやっぱりね、振り下ろし。振り下ろしを、右手は肩の高さ、左手は水落ち。この2つを守りつつ、しっかり顎まで切る。顎まで切る。そのためには、手首をしっかり伸ばすんだよね。ですか上側伸ばす。下側縮める。これでしっかり伸ばす。ですかそれで、1つだけちょっとね、これ言ったことなかったかもしれないけど、大事なことを言いますよ。 右手もまあ左手もそうなんだけど、親指こうやって持ってる子いないですか見える見えるこうやってあのの上になっちゃ、の市内の上になっちゃってる子、これはあのうまくできないです。これ悪い癖です。必ずこっちに下ろします。いいですか大丈夫こうよ。こうよ。親指。はい、構えて。はい、構えて。親指の位置確認。しっかり、えー、なってますか上に乗っからないよ。 えー、上下素振り、待てた。正面素振り。正 <laughs> 面素振り50本。はじめ。1、2、笑顔。3、4、5、6、7、8、9、笑顔。10、うん、今日は調子いい。2、 めっちゃ調子いい。4、5、6、7、8、9、20、こっちからカメラ、2、3、4、5、笑顔、6、市内の握り方、親指の1、8、9、 はい最後20本かかとつけないでいきましょう左足のかかとつけない下がるときここここでかかとつけない78940はい最後10本23456まっすぐ前向いて7 8 9はい、最後50はい、お疲れ様でしたちょっと肩回してゆっくり休んでくださいお水飲む人飲んでくださいねはい、うんすごい,い,い質問はいいただきましたもっちゃんとポテトの拠点 <laughs> どういう名前すごいですね、えー、足が動いてないって言われてるのでどうしたらいいですかはは、いこれはあの多分 稽古とか試合とかそういう時だよね。ですよね。ですよね。はい。何、はい、ていうかな。自分から攻めて攻めていかないといけないんですよ。わかるかなちょっと難しいんだけどあ、もうイノシシみたいに自分から突進していく。そういうふうに自分からも相手を追い込んで追い込んで攻めていくっていうのが、これは基本なんですよね。じゃあ、えー、足が動いてないっていうのはどういうことかっていうと、例えば、 右足に体重が残っ,って左足が死んじゃって相手が来るのを待ってる。こういう状態のことを結構言います。ですかこれだと何が悪いかっていうと打ちたい時に打ちで打てないの。ここがチャンスだっていう時に打てないわけ。どうして打てないかっていうと左足が効いてないっていうことは打つ瞬間一回体重を左足に移動してそこから打たないといけないのね。今のわかる左足が効いてない人っていうのは一回体重を 左足に乗せて、そこから打てないと右足が出ないんです。そういうふうに、先生がいつもね、いつでも打てる足の体勢にしときなさいって言うと思うんだけど、それはいつでも前でも後でも、どっちでもいける足の準備、体重バランスしときましょうってこと。でもこれも、もっちゃんたポテトの巨前さん大丈夫です。なぜなら、えー、と僕の素振りの中で、10キロの素振りってやってるでしょ。これかなり有効だと思います。有効だと思います。この後一緒にやっていきます。はい、ありがとうございました。 <laughs> 50回総総、そろっすごいね。よし、じゃあ、えー、もう本当、このタイミングなんですけど、えっとね、一緒に10挙動の素振りっていう足を、えー、前後左右に使った素振りをやってます。今日から始める人、もう一回だけ説明しますので、見てください。10のリズムで行います。えー、右足、左足、こうなってますよね。1前2 3 2 4 左ここまでできます。ここまでできます。次ですよ。次、斜めいきます。5で右斜め前。6で左斜め後ろ。で次のね、7、8が難しいです。7、8は左斜め前に行くんですけど、剣道なしっていうのは、左斜め前に行くときに右足から出さないんです。左斜め前に行くときには、左右になるんです。ですか左右になります。そして下がるときは右、右左になってます。ここが難しい。7、8。そしてこのままだと8のリズムなんで、 九十前後っていれます。これで十。はい、一回ちょっと足だけやりますね。この後めっちゃ使うんで、今日からやる人はぜひ一緒に足だけやってください。じゃあ足作って。はい、一前。二。後ろ。三。右。四。左。五。右斜め前。六。左斜め後ろ。七。左斜め前。八。右斜め後ろ。九。 前、後。もう一回いきます。いきます。はい、一、前、二、後。三、右、四、左、五、右斜め前、六、左斜め後ろ。七、左右八、右,8右左九、前十、後。いいですか。 このリズムで、リズムっていうか、この足さばきで正面素振りをやっていきます。はい。そう、あ、ポイントはね、え七、ー、で左足出すんだけど、出すんだけど、八はこの左足超えてここまで来ます。ね。七、七。ここが難しいね。はい。じゃあ、えー、いきますよ。はいかこっち向きでいこうかな、最初はね。 はい、構えて正面素振り50本、10挙動の足で始め、1、2、3、右、左、右斜め前、左斜め後ろ、左斜め前、右斜め後ろ、そして前、あともう1回いきます、前、あと、右、左、右斜め前、 左、後ろ、ここ、左右、そして右、左、前、あと、次は口だけでいきます。1、番号だけでいきます。3、4、5、6、7、8、9、30、はい、1、2、3、4、5、 6、7、8、9、40。はい。1、2、3、4、右斜め前。6、悪魔の7、8、9、はい。100。はい、お疲れ様でした。一回お水飲んでください。この足、後からもやりますからね。はーい。 ええー、んさん、いつありがとうございます。小六の娘ちゃんから質問です。十キロのこぶ、素振りの時、大きくゆっくりの振りかぶりは肩をつかるんですが。小さく、えー、早くの素振りの時は肩で振れず、腕で振ってしまいます、えー。どうしたらいいですか。このことです。はい。いい質問。小学六年生で、これいい質問。これやっぱりね、あの、無理だと思いますよ。あの、後からね、この十キロの足、小さく。一、二って動かすじゃない。あの。 これをいちいちこんな大きく振りかぶったらさすがにちょっと無理だと思うんで小さくコンパクトです。ねも,う振りかぶりもこのの辺ににななるるとと思思いいいまますす顔の前ぐらこれ多分あの最後でまだやったことない方はあの分かると思うんですけどえスピードとか足幅とか差をつけてやったりするんで小さいうちもやっぱり練習しながらいろんな動きやらないといけないんで一緒にやっていきましょう絶対大丈夫です、はい。じゃあ次いきますか。次は左右素振りいきます いけますかあ、リクエスト。あ後からちょっと見ますね。はい、構えて。左右素振りは、ポイントもう一回だけいきますよ。左手は体の中心から外れないです。右手が中心から大きく外れる。反対側大きく外れる。その時に、最後、この打つと、切るところね。打つところで、左手が体の中心で止まります。ですか左手が体の中心で止まります。悪い例やると、行き過ぎちゃう。 右手が体の中心になっちゃう。これは、えー、右手で振ってる証拠です。左手で振ると。しっかり左手が体の真ん中で止まります。いいですか。はい、構えて。四十五度で来た、来た道帰って上で返す。来た道帰って上で返す。いきますよ。はい、構えて。左右素振り五十本。全身交代で始め。一。二。三。シ

こっからですよ5左足のかかとつけない7左足のかかとつけない9左足のかかとつけない、はい、123北道帰って4北道帰って5はすをイメージします78940最後10本12左手が体の真ん中で。 終わります。止まります。最後。六。七。八。九。はい、最後。五十。はい、お疲れ様でした。今日、みんななんか、調子良さそう。調子良さそう。もう、めちゃくちゃできてる、うまく。ですか。うん。また終わり。はい、あ、やっぱり。ままた、あやったことね。ごめんなさい。 最後の10本を腰を下ろしたままおおレベル高いうんはい、うん、まだはいごめんなさい <laughs> はい、えー、じゃあ次左右素振りあと残り50本残ってましたこれは10挙動の足でいきますいいですか今日の約束ねかかとつけないねかかとつけないいいですかそれと朝言ったんだけど えー、まぁ、あ、十挙動の足でも何でもそうなんですけど、剣道ってみんなが考えている反対の足使うんですよね。前に行きたかったら前足じゃなくて後ろ足、左足を使って床を蹴って体前に出します。いいですか右に行きたかったら右足出すんじゃなくて左足で体ごと押し出す。左行きたかったら今度右足を使う。前に行きたかったら後ろ足。後ろ行きたかったら前足で蹴ります。いいです いきますはいじゃあ10キロの足いきますよはい乾いて左右素振り50本10キロの足で始め前あと右左右斜め前左斜め後ろ左斜め前右斜め後ろそして前後、はい、前後右 左、右斜め前、左斜め後ろ、右斜め,あ左斜め前、そして右斜め後ろ、前、あと次番号でいきます。1、2、残り30本、左足のかかとつけない、5、30本つけないよ、7、8、9、30、あと20本、左足のかかとつけずに、2、 3僕はつけないですよ、絶対。5、6、悪魔の、7、8、9、40、残り10本、絶対左かかとつけない。2、浮かしたまま、4、5、6、悪魔の、7、8、9、はい、最後、100。 はい、お疲れ様でした。一回お水飲んでください。はい。えん、演説よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、リクエスト。はい、ここからリクエスト、つぶり入ってきます。ん左右面で演説 <laughs> リクエスト。え、つながってん演説リクエスト。はい、ありがとうございます。演説人気ですね。うん。演説じゃあ行きますか。 割りはいまた割りき、はいはいま、たえええんげつえんげつ人気だないきますかこうやって目の素振りはいはい、はい、これもいいですねじゃあ最初にえー、いきなりえんげついきますか今日はそして足くたくたにしますかはいじゃあえっ、ー、とえんげつ素振りこれ僕も教えてもらったやつなんでえー、やり方説明しますね アキレス腱の足、アキレス腱の足します。たぶんこれ、かかと下ろすの無理なんで、えー、かかと上げたままでいいです。腰下ろす。ですね。まっすぐ構えて、この状態で、1、2、こういう感じです。いいですかはい。合ってるよね。ももか合ってるよね。<laughs> よいしょ、よかったかった。はい。じゃあ、アキレス腱の足してください。はい、しっかり開いて、これ、大人はもう足やられちゃいます。 腰を落として、大事なのはおへそを真ん中に向けること。おへそ真ん中に向ける。相手に向ける。いいですか構えて。はい。円月の素振り10本。始め。1、2、3、4、笑顔。5、また忘れた。6、7、8、9、 10。はい、終了です。足替えて、すぐ行きます。足替えて。はい、腰を落として、おへそを相手の方向けて。はい、1、2、3、4。つま先は右も左も相手の方向ける。6、7、やばねやばね八、8、9。 20! よーし、お疲れ様でした。はい、じゃあ足変えて、次左右素振りでいきます。リクエストいただきました。リクエスト出したからには精一杯いきますよ。はい、構えて、左右素振りで10本。はじめ !1!2!45 度 !4! 北道帰る !5!6! 笑顔で !7! 左手真ん中で終わります。 9、10、はい、足変えて、できる人深くね、深くね、おへそ相手の方向けます。おへそ相手の方向けて、はい、始め、1、2、3、4、左手最後真ん中よ、真ん中、6、7、8、9、はい、最後。 十、はいお疲れ様でしたお疲れ様でした大体小手めんやりたいですありがとうございます小手めんいきますかじゃあ跳躍つぶりはね最後にはいあ開き足ですね左右面で跳躍最優先で跳躍難しそうだねやったことないな基本の小手めんはい行きましょう最後にあれがあるのであれは行きましょ、ね、う,そうあれってね あれってあれのことなんですよねじゃあコテ面の素振りえ今日からやる人もいると思うのでもう一回説明しますね、えー、コテ面トン,トンコテ面トントンなんだけどポイントが三つ、えー、気をつけてほしいところありますまずは足幅コテの足は面より面の半分でいいですですか？小さい足コテ次は大きい足 面ですか足幅を変えること。これ実際の稽古でもそうですよ。小手近いから大きい足で行ってたら、こうなっちゃうよ。いいですか小さい足、大きい足。そして次は、打つ高さ。小手は水平よりちょっと下まで振り下ろします。ですか基本技、稽古法でやってるよね。小手の高さ。えー、剣道型でもやってると思います。そして、面。打つ高さをしっかり変えます。で、3番目は振りかぶり。小手の振りかぶりっていうのは、振りかぶった この左手の下から相手の右小手が見えるまで振りかぶりますそして面の振りかぶりはこの左下から相手全体が見えるまで振りかぶりますいいですか切り返しなんかもここまで振りかぶりますよ相手が見えるところまで振りかぶるはい乾いて小手面の素振りいきますできる人はその 3, 3箇所気をつけてくださいねまずは足幅気をつけてはい20本始め小手面1 2小さく大きく2コテ、面1本1本大事にします3コテ、面4、えー、先生にいつも言われてると思いますコテ面の練習をするときにはコテも面も1本になるようなつもりで打ちなさいと今ここで練習しますよコテもしっかり打ちますコテ、面 6小手面7足幅変えてますか小手面8笑顔小手面9コテ面,コテ面,コテ面10そのまま続けます小手面そしてここでかかとつけないかかとつけない小手面 かかとつけない。下がるときこて、め、三、こて、め、四、足幅変えて小さい足、大きい足、五、こて、め、六、はい、こて、め、七、こて 面,面はあごまで切ります。はい、小手、綿、はい、最後、コテ綿、10。はい、お疲れさまでした。僕の左足は死にました。はい,い,い,い、じゃあ、最初に円月やったからだね。はい、じゃあ次また割りいきますよあと。あと40本か。はい、質問。 あごめんなさい、質問いただきました、えっとね、剣道用メガネとコンタクトどっちがいいですかっていう質問いただきました、これは、ね、中学生とかになると、あのー、結構いろいろ悩むところだと思います,ですよ。メガネかけてる子って普通のメガネだとこ,このメガネの,このフ,レーム、ね、フレームが面の内輪っていうこの顔をつくとかあるんだけど、ね、そこに接触してどこを怪我するかっていうと、ね、ここを怪我しちゃうんですよ。 だからあの剣道専用のメガネっていうこの横がバンドになってここに汗,汗取りみたいなのがねついてるやつもありますしフレームの小さい普通のメガネ細いメガネ使ってる子もいますでで、まあ、それはあとはもうお父さんお母さんに聞いてほしいんですけどコンタクトをやるっていう子もいます何もしないっていう子もいますなんでいろいろこれはやっぱり僕がちょっとそう答えすることができないんで色々相談してみてくださいはい。 ちなみに僕は高校からだったかなコンタクトがやってましたね。はい、じゃあ構えて、また割りか。はい、また割りのやり方いきます。足を広く開いて、肩幅よりも広く。最後、はい。で、えー、つま先をあい、えー、ごめんなさい、膝をつま先の方向に曲げます。いいですか、これ最初、レベル1ですよ。レベル1は、ゆっくり振りかぶって。 ゆっくり振り下ろすポイントは体をぶらさないことぐらぐらしないもう一つは腕と肩の力抜くことですから力を抜く練習しますはい構えてまた割り素振り20本始め1力抜いて腕と肩の力抜いてしないの握りは正しく3 顔動かないよ頭動かないよしフラフラしないよ56できる人は下まで78910 1>, 1、2、あご引いてあご上がらないよ、3、あご引いて4、5、うまいなみんな、6、7、うまいなっていうかうまくなったよね、うまくなった、8、 先生絶対褒められれると思うわ9ははいい最後20、はい、お疲れ様でしただってそうだねみんな上手くなったっていうのは5月の頭から素振り始めてもう2か月でしょ2か月60日え六60日まあやったとして1日1,000だから6万本振ってるってことそうだよねそういう計算になりますもんね。 やってる子ははい、そりゃ上手くなるわ。<laughs> 上手くなる、そら、はい、構えて、次、レベル2のまた割りいきます。レベル2は、足幅広げて、振りかぶり45度まででいいです。ゆっくり振り上げて、ゆっくり振り下ろして、最後だけ、ピッですか、これは、振りかぶり、振り下ろし、この市内のスピードに差をつける練習ですですか。最後を早く、床すれすれまでいってください。 ですね、最後だけねはい乾いて20本いきますよ市内の握り方もう一度確認、はい、レベル2のまたわり素振り始め1ゆっくり最後だけ速く、はい、2ゆっくり振り下ろして最後だけ速く3ゆっくり振り上げて下ろして3市内のスピードに差をつけます 6スピードに差をつけるコツは難しいんだけど7最後の速くするところに右手を出して左手を引く引く10右手を押し出して左手を引く11はいここからできる人は腰を下ろしたまま23 無理かも。5! 足無理かも。6! 笑 !7! やばいやばいこれきつい !8! 下ろしたままきつい !9! はい最後 !20! うんとはいありがとうございましたお疲れ様でしたいやうち うち、お、道場、4月9日から再開。あ、よかったね、おめでとう。はい。よかった、今の。ちょっと一回、お水飲んでくださいね。これでリクエスト素振り終わりました。ありがとうございます。一回お水飲んでください。なんかジンジンしてる。やられた。はい、そしたらあと残り200本ですね。こっからは、最後、もう気持ちできてきたと思うんで、集中していきますね。次の100本は、 正面素振り百本連続で行いますこれを十0挙動の足で行いますただ今回は違うのは足をゆっくりって言ったり速くって言ったりこの大きさ足幅ね小さくとか大きくとか言いますのでそれに合わせて一緒にやっていきましょう自由自在に動けるように頑張りますですかはい構えてこっち向いて生かしてくださいね 正面素振り100本、10挙動の足で、はじめ、前、あと、右、左、右斜め前、左斜め後ろ、左斜め前、右斜め後ろ、前、あと、はい、1、2、3、4、5、6、悪魔の7、 8、9、10、今日の約束は、左のかかとを絶対つけない。3、4、5、6、7、8、9、30、1、2、3、4、5、6、悪魔の7、8、 9、40、1、2、慣れてきた、4、5、6、悪魔の、7、8、9、50、次大きく、いつもより大きく、2、大きく動きます、4、5、僕も大きく動いてます、7、8、9、 60小さく早く、1、2、3、4、5、6、7、8、9、70大きく、1、2、3、4、5、6、7、8、9、80小さく早く、1、2、 三、四、無理しないでね。五、六、七、八、九、九十。もう一回小さく。一、二、三、四、左足のかかとつけない。六、七、八、九、百。はい、拍手お疲れ様でしたお疲れ様でしたやってやったぜ。今日もやってやったぜ。 はい。ありがとうございます。あ、いつもの、はい。バカな男子軍団、タートルズさありがとうございます。えー、跳躍素振りの足の動かし方を教えてほしいです。どうかご教授はもちろんです。もちろんです。早す振りですね。いきますよ。ちょっとあの、お水でも飲みながら聞いてね。基本的には、あの、みんなジャンプしてるっていうイメージがあると思うんだけど、ジャンプっていうよりは、すり足なんですよ。すり足の延長。 りり足足のの延長というかり足のお兄ちゃんですお兄ちゃんいいですかってことは右足出したら左足同じだけ引きつけるでしょだよね左足出したら右足同じだけ引きつけるってことは跳躍素振りによくある間違いの右足だけ踏み出すっていうのはこれありえないってことなんですよねいい左足引きつけるっていうのはすり足と同じだからもう当然なんですよ。でもう一つ え間違いですか前足出して左足が右足超えちゃう。こういう素振りあるでしょ跳躍素振りやる人。これすり足こんなことやるやんないよね。やんないよね。超えないまでもうこう並ぶっていうのももうないよね。すり足だと。並ぶっていうのが前でないです。右足出したら同じだけ出した分だけ左足引きつける。最初の形。これを 忠実に守ると、こういう足になります。最初足作って。前、前、後、後。ほら、最初の形。前,前、あと前,前、後、後。前、前、後、後。前、前、後、後。前,前、後後前,前。低く、低く、低く。ですかできるようになったら、こう上に飛ぶんじゃなくて、前に飛ぶ。前に飛ぶ。後ろに飛ぶ。前に飛ぶ。いいですかこういうイメージです。ゆっくりやっていきましょう。はい、構えてー。 じゃああれ行きましょうかうう今の説明でちょっと息が上がってしまいましたいきますよ跳躍素振り50本始め一、二、前前頭と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 789101234下見ない六、七、八、あごまで切る二十。20 一、二、前前、あとあと前前、あとあと五、六、七、八、九、三十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、四十、できる人はもっと前後に大きく、三、四、五、六、七、八、はい、最後、め、ね はい大めく、えー、はいいいですか上手にできました1回お水飲んでくださいいいですかえっ、ー、と1個だけちょっと注意点いきますね跳躍す振りの時に剣先が上向いてしまう人いるよねこうなっちゃう人もう疲れちゃう疲れたもうまだやらせんの先生みたいな これそして、だんだん手も下がってきます。だんだんこうなってきます。ですここで、やっぱり肩、最初の正面素振りと同じ。顎まで切る、手首伸ばす、上伸ばす、下縮める。えー、こういう顎まで切る跳躍素振りができるようになると、その方が疲れなくなります。いいですか。もう基本の通り打つのが一番無駄がなくて疲れなくなります。はい、構えて。 きますよじゃあもうあと最後、えー、50本ね気持ち作ってくださいあらっ頑張りましょういいですねいきますよはい構えてちょっとちょっとケンちゃん呼んでいいはいケンちゃん人型ケンちゃんなん,んだけど今日大丈夫人型ケンちゃんはい構えてはいケンちゃんち 行くよマジよ今日はマジのやつよ足作ってちょっと電池ないからごめんねはい行きます跳躍素振り50本始め1234567891012最後はあごまで4 5 6 7 8 9 10, 1, 2 0 1 2、3、4、5、6、7、8、9、30、1入ってきた空気入ってきた4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、4、5、6、7、こっからよ九九九九九9、9、9、9、9、9、9、9 9, 9、9、9、9、はい、最後、はい、構えて、はい、尊敬、収め通します、はい、尊敬からの尊敬素振り20本、始め、1、2、3、4、5、5、5、5、 はい、最後、20。はい、構えて、はい、そのまま収めると。 一二三四五はい下げと、ありがとうございました。はいしないおいて。最後スクワットいきます。はい。ですか。はい、これで体の調子整えますよ。はい、一。二。三、けんちゃんもっと低く。し。 67891012やりきるよ345678 足。はい、最後。20。はい、ありがとうございました。はい、では、今日の素振り以上になります。えー、素振り、足動かすときにかかとつけないね。今日のテーマはそれでした。ありがとうございます。あ、メッセージかな。はい。はい、えー、質問です。ゲリラゴリラさん。はい、ありがとうございます。10キロの左前の動作の時は、足と 体と足の方向は斜めですか、えー、体と足の方向左前ですよね左前の時には正面向いたままですよええちょっと待って正面向いたままです正面向いたままいいですか胴を打つ時に、えー、送り足でしっかり前向いたままでしょ右の時それと同じように左にいく時も同じ体正面です